い、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、サンサンス交響曲第3番の解説を始めていきたいと思います。今日は第2楽章後半4回で581小節目から639小節目までを解説していきます。最初5小節間は休みになりまして、ベースは586小節目から入ります。でここのポジションなんですけれども、ベースを4、セイを2で、ベイを1で取ると取りやすくなります。ゆっくりいきますと、このような形となります。でボーイングは今弾きましたように、アップから入って弓順で弾くようにしてください。591小節目、まずボーイングはダウンから入って弓順となります。ポジションですが、ハーフポジションからスタートして、ベイを読んで半音進行になりますので、ゲーまでをゲー線1本でまとめて取ります。で最後は第1ポジションを使って、A を1、チスを4と取ります。で最後のデーは、ここはもう開放度を使っていただいて構いません。598小節目のポジションは、ハーフポジションで全てまとめて取ることができます。ここは確実にこのハーフポジションでまとめて取るようにしてください。その次ですが、602小節目から、ここのポジションは最初のゲーを1からスタートしてデー線で押さえます。で次のベーを同じくデー線で4を使います。でポジションは変えずにデーを2と取ります。でここから第6ポジションに跳躍してゲーを3を使います。ここまでよろしいでしょうか。そして最後の杖ですが、ポジションを変えずにデー線を使っていただいても構いませんし、あるいはもう少しはっきりした音を欲しいのであれば、あえて跳躍してゲー線で取っていただいても構いません。609小節目のボーイングはアップから入って弓順となります。でポジションはハーフポジションでまとめて取ることができるんですけれども、特に注意していただきたいのは、今弾きました、ここを弾みでアスで弾く可能性もありますので、間違ってアスで弾かないように注意してください。613小節目、ここは中低音の旋律の部分になります。でベースもはっきり一音一音弾くようにしてください。最初から弾きますと、このような形ですね。ボーイングは今弾きましたようにアップから入って弓順で弾く形となります。その次の619小節目もこのような形となります。今アーセン1本で取ったんですけれども、最後のデーのみ開放を使っていただいても構いません。続いて624小節目、このボーイングは2つのパターンを説明します。まず1つはアップから入って弓順でいく方法、これが1つ目になります。で2つ目は、最初のアをダウンで入りたいのであれば、ダウンから入って F まで弓順で弾いた後、四分音符の弦をもう一回アップで弾き直しを行って、最後アップダウンと弾く方法もあります。もう一度弾きますと、このように弾いていただいても構いません。627小節目のボーイングはダウンから入って弓順となります。で次の629小節目の杖でもう一回ダウンで弾き直しを行って、再び弓順となります。でポジションなんですけれども、629小節目から、ここから2つのパターンを説明します。まず1つは、今のように第3ポジションと第5、第6の中間ポジションを使って、杖とデを1、4、A とイスを1、4と取る方法があります。もう一度弾きますと、で次の小節の芸は3で、第6ポジションで取る形となります。で2つ目は、セイとデイで1、1と移って、今のようにデイとエを第4ポジション使って1と4。で、第6ポジションでピスとゲイを2、3と取ることがあります。もう一度言いますと、このようなポジションを取っていただいても構いません。続いて631小節目からですが、ここからストリンチェント、テンポが徐々に速くなっていきます。ここは威厳を最小限に抑えるために、スラーになっているゲートフィスを必ずデー線1本で取るようにしてください。ゆっくり弾きますと、この繰り返しになります。で、ポジションですが、先ほど取りましたように、前半の2つのゲーを開放で挟んで、その後にデー線で取ると取りやすくなります。このように取っていただきたいと思います。で、その先から徐々に速くなっていきまして、どんどん速くなっていきます。で最後3小節は、最後のゲーのオクターブを
アップアップと弾くようにしてください。でポジションも今取りましたようにオクターブとなっていますので第2ポジションでまとめて取るようにしてください。そしてこの部分の指揮者の振り方は様々なパターンがあるんですけれども、速い指揮者であれば終わり3小節637小節目からの3小節間をもう一つ振りで大きく振るパターンもありますので、その場合はもうその前からかなりテンポを速くしていますので8分音符のフレーズに乗り遅れることがないように注意していただきたいと思います。はい、今日は中途半端ですけれどもここまでとさせていただきます。特に613小節目は中低音が活躍するメロディー部分になりますので、ベースは一音一音はっきり弾いていただきたいと思います。後半になってからオルガンが大音量に入ってきますので、そのオルガンの迫力にも力負けしないようにはっきりした音を心がけていただきたいと思います。第2楽章後半4回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。